にちは、萩です。今回はですね、今年箱根駅伝を走った箱根ランナーの生の声を皆さんにお届けしていきたいと思います。本当に貴重な体験をさせてもらいました。ついこの間、この前ですよ、行われたばかりの箱根駅伝、その箱根駅伝を走った箱根ランナーにいろいろと質問をさせてもらう機会を設けさせてもらいました。このご時世なので直接お会いすることはできなかったんですけども、 Zoom でやり取りさせてもらい、いろんな話をね聞かせてもらいましたので、今回はその内容の一部を公開していきたいというふうに思います。ただ動画配信するにあたり、条件がありまして、今回取材した選手の所属している大学名と個人名は避けてくださいというふうに言われてますので、公開はできないんですが、話した内容に関しては全て公開して OK という許可をいただきましたので、存分に話していきたいというふうに思います。今回ね、本当にいろんな話を聞かせてもらったんですけども、皆さん興味あるところで言うと、やっぱナイキのランニングシューズのね、話が興味あるかなというふうに思ったので、その辺の話をね、今日はお届けしていきたいというふうに思います。今回箱根駅伝、210名走ってるんですが、うち201名がナイキのシューズを選びました。視野で言うと 95.7% ですね。ただ、この中身をもうちょっと細分化して見ていくと、ナイキの中でも、アルファフライ派と、ベーパーフライネクストパーセント派、ここに大きく分かれましたよね。なので今回ズバリなんでここ分かれたのかって話をその選手に聞いてきました。その選手の感想とチームメイト内の感想もね、今回聞いたのでお届けしていきたいと思います。で、今回取材した選手は箱根駅伝をアルファフライで走った選手になります。ただベーパーフライも所有していて、今シーズンのトラックレースはほとんどベーパーで走っていたそうです。で、アルファフライでトラックレース出たこともあるそうなんですが、カーブを走った時に推進力が強すぎて、カーブの時に外に逃げるような感覚があるので、ちょっと嫌だな、相性が悪いなってところでトラックはベーパーを選んだそうです。で、推進力だけで言うと間違いなくアルファフライの方が強いんだけども、ベーパーの方が推進力を扱いやすい、コントロールしやすい、こうトラックのカーブを曲がる時にも自分が進んでるカーブの方向に推進力を生ませやすいので、トラックはベーパーを選んだというふうに言ってました。一方、ロードレースはほとんどアルファフライで走ったと言ってました。やっぱりこう、まっすぐのね、ロードなんてほとんどまっすぐなんで、推進力が強い方がいいし、ロードが結構硬いので、設置した時のダメージをね、少しでも和らげるために、クッション性の強いアルファフライをね、選んだというふうに言ってました。で、チームメイトの足元とかもよく見たりするそうなんですが、ほとんどの選手は、ベイパーもアルファフライも所有してるっていうふうに言っていて、レースでもいろいろ吐き分けたり、トレーニングの時にも本当にね、いろいろ吐き分けてるというふうに言ってました。なので箱根駅伝直前になると、どっちのシューズで出るみたいな話もね、やっぱするみたいで、最終的に本当に悩むそうです。それぐらいやっぱりね、両方ともいいシューズだっていうところで悩んでるんですけども、最終的に皆さんが選ぶ理由としては、やっぱね、感覚に近いなっていうところがあるそうです。やっぱり走ってみて相性のいいもの、例えばアルファフライを履いて、いいタイムが出た、これがレースでも練習でもどっちでもアルファフライでいい記録が出たら、あ、自分ってアルファフライ相性がいいのかなっていうポジティブな感情が生まれる。一方でアルファフライを走って記録が出なかった時があると、自分ってアルファフライって合わないのかなっていうところで、ベーパーを選ぶとか、結構感情的な部分にね、揺さぶられる選手が多いって、そうなんです。なので最終的には履いてみた感覚にね、近いものがあって、意見を聞くとアルファフライの方がダントツにいいとか、ベーパーフライの方がダントツにいいっていう選手はそんなにいないそうで、やっぱ両方いいシューズだから箱根駅伝も本当にギリギリに悩んだという選手がいるそうです。なので最終的には、そのシューズを履いた時の感覚、無感覚に近くて、このシューズ履くとなんとなく記録がいいんだよな、体が動くんだよなっていうところで、箱根駅伝ね、選んだ選手が多いというふうに言ってました。ただしなんですけども、ロング走になった時、トレーニングの時に20キロ走とか30キロ走になった時には、極端にベイパー派が増えるそうです。アルファフライを履いてロング走をやる方はね、ほとんどいないっていうふうに言ってました。で、その選手もアルファフライじゃなくベイパーフライを履くそうなんですけども、長い距離になってくると、最終的にアルファフライだと足に結構ダメージが来て、ガクッとなるような感覚があるそうなんです。で、20キロハーフマラソンぐらいの距離が結構ギリギリで、それ以上の距離になると、推進力が確かに進んで、
足がこうガクってなったとしてもペースは維持できるそうなんです。ペースは維持できるんですけども、足を設置した時がしっかり踏み込めなくなってくるっていう感覚があるそうなんですね。でベイパーフライだとその感覚結構なくて長い距離もいけるんだけど、アルファフライだと長くなると急にね足にガクってなるので、やっぱモロ刃の剣に近いというような感覚を言っていたので、まあロング走、特に30キロ走の時とかはアルファフライでなくベーパーフライをチョイスしていたし、チームメイトもほとんどの方からベーパーフライを使うっていう風に言ってました。でその選手にね、もし今マラソンを走るとしたら、まあ、どっちのシューズ選ぶって聞いた時には間違いなくベーパーフライという風に答えてました。まあ、そうなってくるとね、そういった部分ってやっぱ僕たち市民ランナーにも通ずるものがあって、やっぱアルファフライでマラソンを走り切れるかどうかなって不安に思ってる方結構多いですよね。まあ、意見でもアルファフライって推進力が結構強いし、進むけども結構ダメージが足に来るっていう意見って結構多いんですよね。なのでまあハーフくらいまでアルファフライを履いてフルマラソンになるとベーパーフライを選ぶっていう方が市民ランナーも結構多いんですけども、こういったトップレベルの方たちでもそういった現象が起きてるってことはやっぱ一つね参考になるかなっていうふうに思います。で僕もね、まあ、両方所有していてトレーニングをしているんですけども、感覚的に言うとやっぱアルファフライはね結構足がガクッとなるような感覚が結構あるんですよね。なんで僕もアルファフライでフルマラソンを走るのはちょっと悩んでるなっていう感じがあるので、皆さんがね思ってるところイメージはね、まあ、近いのかなっていうふうに思います。それともう一つ僕ね気になった点があって質問したんですけども、まあ、今回箱根駅伝の5区ですね、特殊区間の山登りの5区なんですけども、その選手たちの足元を見るとほとんどベーパーフライを履いてる方が多いんです。アルファフライを履いた方がたった4名なんです。まあ、他の区間と比べると極端に5区を走った選手はアルファフライ派が少なかったんですよ。これって何か影響してるんですかって話を聞いた時に、まさにチームメイト内でもその話を出たそうなんです。でそのチームメイト内の5区を走った方はベーパーフライを走ってチョイスしたそうなんですが、アルファフライとベーパーフライで山登りの走りを感覚をつかんだみたいなんですが、試したみたいなんですけども、アルファフライで走ると山登りと思った時に坂を走る時って強制的に全速フォア気味で踏み込みますよね。市民ランナーの方も皆さんそうだと思うんですけど、そうなってくるといきなり全速のエアポッド付近でバンとつくような感覚になるんですね。でそうするとエアポッドのところでバンってつくので、そのまま推進力が生まれてそのまま押し戻されるような感覚が強いっていう風に言ってるんですよ。確かにアルファフライの推進力は強いんだけども、その普通の平地の時の生まれ方っていうのは足を前足部の方についてから、ついた時にエアポッド付近ら辺で調整して最後蹴り出す時もエアポッドで踏み込んで推進力を前に生むというような感じなんですけども、坂の時っていうのはそこの踏み込むタイミングがいきなりエアポッドのところに踏み込んでしまって、まだ体が前に起ききる前のところに推進力が生まれてしまってバンって戻されるのが感覚が強いっていうふうに言ってるんです。なのでアルファフライの場合だと山登りで推進力を前に行かれるよりも上とか後ろに逃げるような感覚があるので、やっぱベーパーフライを選んでコントロールするって方がその方の意見ですね。でその後に僕ちょっと試してみたんですよ。坂ダッシュをアルファフライとあとベーパーフライでやったんですけども、ダッシュをするとちょっと分かりにくいんです。本気で山ダッシュをするとちょっと分からないんですけども、ジョギングのペースでやると結構分かるんですよ。確かにアルファフライだとパンってついた時に推進力がそのままグンって生まれるような感があるんです。ベーパーフライだとグニュって進むような感じがあるので、接触してから体が前進前に進む、体をちょっと前に起こして推進力を生むときに進んでくるような感覚があるんですけども、アルファフライって推進力の生まれ方が結構早くて、着いた瞬間生まれるような感じがあるので、ポンって本当に押し戻せる感覚があるので、ぜひ皆さんもね、まあ、試してみてほしいんですけども、ダッシュしすぎてしまうとちょっとわかりにくいんですけども、ジョギングの感覚で走ると結構わかりやすいのでね、まあ、試してほしいなと思うので、なんと思います。僕はね、やっぱ箱根駅伝、強い選手、学生でもトップレベルの人たちでもここまでねやっぱ靴一つに対して慎重になっていろいろ試してね、まあ、やってるんだなっていう感じがね、ちょっと僕もね、まあ、リアルでちょっと面白いね話を聞かせてもらいました。ぜひねこの話をね皆さんも参考にしてほしいなと思います。アルファフライとベーパーフライでね、まあ、使い履き分け方とか悩んでる方もいるだろうし、やっぱフルマラソンでねいきなり試すのも怖いなと思ってる方もいるのでね、
まあこの話をね、まあちょっと参考にしてほしいなと思います。まあ僕で言うと、やっぱこの話を聞いて、まあフルマラソンアルファフライはちょっと厳しいかなって思うと、やっぱ起伏があるコースだとアルファフライどうなのかなっていうふうにちょっと思いますよね。ただ、ロックを見るとアルファフライの方が確実にいいような感じがするんですよね。やっぱ設置のクッショニングがやっぱ強いので、まあ山下り、箱根の山下りね、極端に凄すぎので、あれですけど、まあ、岐阜のあるコースって山登りもあれば山下りもあるので、まあ、どっちを優先するかっていうところもあるのでね、まあ、今後ね、僕もいろいろ試してみたいなというふうに思います。ぜひ皆さんもね、アルファフライとね、まあ、ベーパーフライ試してほしいなと思います。もう選手、学生のね、箱根駅伝を走るトップレベルの人たちでさえ、こうね、一つ一つ真剣になってね、シューズ選びもしてるので、皆さんね、市民ランナーの方たちも一つのね、シューズにこだわって試してみてほしいなと思います。